ラップトップハルモニウムの説明をさせていただきます。まずそこに足がついている方を下に置きます。次に蓋の開け方ですが、ロックがこことここに2箇所ついています。ロックの解除の仕方ですが、ここの端っこの部品の部分を外側にスライドさせます。そうするとここが開きます。こちらも同様にこっち側にスライドさせます。この時点で蓋は開いております。なので必ず床や机の上に置いてからロックは解除してください。そして蓋を取っていきます。上まで蓋を開けてあげるとここの部分は取れるようになっていますので、そのまま外してください。次に不意後の部分を持ち上げます。これはこのまま起こしてあげると、特に固定はされていないのですが、ここで止まります。そして次に不意後のロックを解除していくんですが、これを外してあげてください。こちらも同様に2箇所ついてます。ここかですね。そうすると不意後蛇腹がこういうふうに立ち上がります。この状態で不意後を開閉すると、自動的に手前の不意後も動くようになっています。この状態であれば鍵盤を押さえると音を出すことができます。そして手前の不意後の動く力を調整する金具がここにあるんですが、これが今外した状態です。こうすると押し戻す力がなくなり、音が優しく終わっていくようになるんですが、これを一つここにかけておくことで押し戻す力が強くなり、最後まで力強い音が出るようになります。また反対側にも同じ金具がついているんですが、これをロックすることで押し戻す力がとても強くなり、持続音、鍵盤を押さえた後に続く音がとても短くなります。その分、音はとても強くなります。出荷するときは一つだけロックをかけた状態にしてありますので、お好みで調整してみてください。ドローン音についての説明なのですが、このハルモニウムにはドローンの音を出すレバーやノブがついていません。ですのでここをめくると各鍵盤に対応した部品がついているんですが、ここに例えばこの G の音、これをずっとドローにしたい場合は、ここの金具をですね、軽く持ち上げて左右どちらかにずらしてあげます。そうすることで鍵盤のロックが外れた状態になり、常に下がった状態になってます。必要がないときはまたここに戻しておいてください。次に片付ける方法ですが、
まず鍵盤を押さえながら不意語を閉じてください。鍵盤を押さえずに不意語を無理やり戻すと故障の原因になりますのでお気をつけください。そして背面のロックをかけます。そうすると不意語が固定されます。この状態でパタンと前に倒してください。続いて蓋を取り付けていきます。この部分に蓋をロックする部品がありますので、ここにちょっと映像じゃすごく確認しにくくて申し訳ないんですけれども、上からかぶせて蓋を閉じます。そうするとここの部品が噛み合った状態になってロックがかかっています。後ろがこの状態になっていることを確認して、前面のロックボタンをカチッとカチッと音がすればロックされている状態になっています。この状態であれば取っ手を持って持ち運ぶことができます。とても軽く持ち運びやすいハルモニウムで、とても便利でおすすめです。ありがとうございました。